でもね、バレリア。私なら、あなたを定められた道から解き放つことができる。それが、私のなすべきことだから。え？私はクリセルダ。極夜の解放者よ。ホムンクルスという存在を知っている？錬金術によって作られた人工の生命体のことよ。その見た目、性格、意志は錬金術師の意のままに決められる。だから今のままの状態であなたが誕生したのなら、子供の頃の記憶なんていうのもない。推察するに、あなたは戦闘用に作られたホムンクルス。あなたの好戦的な性格もそう設計されたものでしょう。友達を助けたいというあなたの思いもそうなるように設計されたものに過ぎない。私がホムンクルス。私の思いは作られたもの。来る。滅ぼす。私たち。赤き星。それが自分の使命。何？今の。これが戦闘用ホムンクルスの力。一体何を相手にするつもりでここまでの力を与えられたというの？バレリア！バレリア、何があったの？バレリアさん！バレリア、あなたを苦しめるつもりはなかったわ。また語り合いましょう。あなたの存在は、私の渇望を満たすために必要なの。バレリア。私は一体ハイディ。ねえ、一緒にいたのは誰？あいつがバレリアに何かしたの？クリセルダって言ってたわ。クリセルダって確か極夜の錬金党を率いる当主じゃ。そんな人がどうして？わからない。何も。ともかくちょっと休んだ方がいいよ。それからゆっくり話聞かせてよ。ええ。つまり極夜の錬金党の当主直々にバレリアを勧誘しに来たってこと？うん。私を定められた道から解放するとかなんとか言ってたの。定められた道？なんだか知ってる風なことを言うな。前にも極夜の錬金塔のララが私を仲間にしようと近づいてきたことがあったけど、そのクリセルダって人にも何かやりたいことがあってバレリアの力が必要ってことなのかな。クリセルダ、あいつの言う道って何なんだろう。ちょいちょい相棒、まさかとは思うけどあいつらの誘いに乗るなんて言い出さないよね。それはないけど、でも何をするつもりなのかは知りたいって思うの。もしかしたら私の記憶に何か関係があるのかもしれないから。この間ベルク州でダラさんたちと戦った時、ルイネ州の古城を拠点にしてるって言ってたの。来るのならそこで決着をつけようって言ってたよね。古城に行けばもしかしたらその投資さんにも会えるかもしれない。ルイネ州か。どうしたハイディ、渋い顔して。いや何でもないよ。レスナーは行くつもりなのね。罠だとしてもか。皆さんの協力もあって錬金術はこの国の人々に受け入れられつつあります。でももし錬金術が悪用されて人々に危害を加えるようなことがあれば、その信頼は崩れ去ってしまいます。そうならないためにもちゃんと顔を合わせて話をしたいんです。まあ話し合いに応じてくれるかはわからないけど、戦いが避けられるならそれに越したことはないね。結局は戦うことになるかもしれないけれど、できれば話し合いで解決したいと思うんです。どうかな、バレリアも一緒についてきてくれない？もちろん付き合うわよ。ありがとうバレリア。よし、そうと決まったら早速準備だ。おお、レスナはいつもやりたいことがはっきりしてる。すごく眩しくて羨ましい。ねえレスナ、何か感じるものがある？体が温かいと思うけど、どうしたの？温かいか。嬉しい言葉ね。大丈夫、なんともないわ。これとこれは十分にあって、あ、この素材が少し心もとないかも。レスナーかけたよ、どう？綺麗な字になってる。ラハナさんすごく上達してるね。ふふん、真面目に勉強してるんだもん。天才の私にかかればこんなの簡単なんだから。ヨハナさんはもともと頭がいいし頑張り屋だもんね。まあね、いろいろ勉強するのも結構楽しいし。それじゃあ本の続きを読んでみようかな。もうだいぶ読めると思うけど、わからないところがあったら言ってね。うん。その時大きなこれは竜でいいの？そうだよ。それから次の単語は村。あ、もう先に言わないでよ。格の違いを見せようとしたのに。ごめんね。畑は焼き払って、焼き払われてかな。なるほど。ねえレスナー、極夜の錬金塔と戦うんでしょ。え？いろいろ準備してるんだもん。わからないはずがないでしょ。最初から戦いたいとは思っていないんだけど、でも準備は一応しておかないと。ふーん、私も呼びなさいよ。でも戦うことになったらララとかいうやつに借りを返したいのよ。前に捕まったからね。それにレスナが困ってるって考えるとなんかそわそわするのよね。動いていたいわ。何よ。すごく心強い。そう。ルイネシアの古城に向かうのでしたら食料はこのぐらいと、香辛料は極夜の錬金塔のやつらと戦いになりそうだからな。薬なんかも準備しといた方がいい。武器は各自きっちり手入れして、爆弾なんかも持っておきたいよね。うん、そうね。推察するに、あなたは戦闘用に作られたホムンクルス。あなたの好戦的な性格もそう設計されたものでしょう。クリセルダにホムンクルスと言われたことはみんなには言えなかったな。でもそれでよかったかもしれない。あいつは私がホムンクルスだから記憶がないとか言ってたけど、頭に流れ込んできた変な声、赤い風景、あれが多分私の記憶だから、クリセルダの言ってることが全て真実だとは思えない。自分の正体について決めつけるにはまだ早いわ。不確かなことが多すぎる。でもあの時、とにかく戦いたくて暴れたくて自分を抑えられなかった。本当に私何者なんだろう。それから相棒、相手に変なことを言われても聞く耳持たないように。おい、バレリア？ごめん、ぼーっとしてた。バレリアさん、きっとルイネ州でいろんなことがわかりますよ。だから元気を出してくださいね。ありがとう、フロッケ。本来の私はとてつもなくまがまがしい存在なのかもしれない。フロッケ、今日もバレリアさんと一緒にいますね。フロッケ。極夜の錬金塔のララとルイネ州の古城で会う。そうか、決意を固めたんだね、レスナ。はい、マリオンさんたちにも協力していただいて場所の特定も済んでいます。極夜の錬金塔の拠点に乗り込むんだ。慎重に準備をした方がいいね。王国の騎士団を動かす選択肢もあるんだけど、同志レスナとしては話し合いたい。で、いいんだね。はい。ほう、力強いね。では騎士団は待機させよう。大勢で攻め込んでも逃げられて終わりそうだ。話し合いで済むならそれが一番さ。ランターナ王国はそれで成り立ったわけだしね。ただ話し合いで済む連中でしょうか。もしものことがあれば。レスナならきっと大丈夫だよ。だってこんなにしっかりした目をしてるんだもん。ライザ先輩。レスナ、成長したなって思うよ。ライザの言う通りだ。ですな、せめて同行する仲間は多めにね。あの手強い極夜の錬金塔の拠点に行くわけだから。はい、ヨハナさんも来てくれるそうです。ランチェたちも乗り気よ。それなら私たちも行きます。きっとお役に立てるかとね、ステルクさん。ああ、私も同行しよう。お二人ともありがとうございます。二人が同行してくれるなら心強いよ。ユナもそう思うだろう。おっしゃる通りです。私からも協力を感謝する。私もあらゆるものを守る騎士としてこの剣を振るうことを誓おう。この冒険私も行くよって言いたいとこだけど、お店の人手がなくなっちゃうんだよな。話は聞かせてもらったわよ、マルローネ先輩。お久しぶりです。お会いできて感激の至りです。レスナー、久しぶりね。知り合いの錬金術師たちからもレスナーの活躍は聞いてるわよ。ありがとうございます。ちょうど調査が一段落したところだったから私も協力するわよ。本当ですか？マルローネ先輩がいれば100人力です。レスナちゃん、頼もしい人たちが集まってくれたね。うん、私、何としてでもララさんとの話し合いを成功させてみせます。騎士団は待機させておくと言ったが、私とユナは後ほど合流させてもらうよ。話し合いとなれば交渉材料は多い方がいいだろう。王子としてできる限りの協力をさせてくれ。わかりました。よろしくお願いします。それから他の錬金術師や冒険者たちにも協力を要請する予定だ。何か当てがあるの？マリオンらの調査によって異邦人たちの連絡網が出来上がりつつあるんだ。それを介して実力のある者たちに声をかけてみる。マリオンさん、すごい。それはお願いしてしまってよろしいのですか？もちろんだ。私たちは早速手はずを整えることにするよ。みんな向こうで会おうじゃないか。それじゃあ私たちも出発しよう。ここにレスナ・シュテルネンリヒトを呼び出したということね。ええ、あの者どもは幾度となく私たちの邪魔をしておりますの。さすがに目障りですわ。ですからそろそろ決着をつけねばと思いまして。あの者ならば必ず誘いに乗ってくるはずですわ。彼女とどのような決着をつけようと考えているの？見どころのある娘です。ララキングダムの民として招こうと思いますわ。いざとなれば力ずくで。力ずくであなたが負けたら？敗者は勝者に従うのみ。場合によってはこの場所を去ることになるでしょう。それがララトロッケルの覚悟ね。どうせなら私たち極夜の錬金塔も全員でもてなしてあげましょう。彼らには私もいろいろと聞きたいことがあるから。あら。それは素敵な思考ですわ。ワルターやアンチュにも声をかけなければね。あの二人は今も例の実験体の調整を？ええ、ウェルテックスの亡骸を手に入れて以来ずっと入れ込んでいるようよ。釜は二人が使っているみたいだから、戦いに向けて道具を作るなら少し様子を見た方がいいわ。なるほど。後で手を貸してくださる？特上の道具を作ってレスナを迎え撃ちましょう。分かったわ。ところでジェロンはどこにいるのかしら。あの方は今大切な人のもとに行っていますわ。彼の愛しい弟ね。兄さん。ティム、新しい薬を調合してきた。飲めるか。ああ、痛くなくなった。すごく楽だよ。聞いたか。よかった。兄さんのおかげだよ。いつもありがとう。何、聞くようならまた調合してくるさ。元気になることだけを考えて休め。兄さん。おい、しっかりしろ。効き目が弱かったのか。違う。呪いがさらに進行している。このままではティムはもう長くない。もう手段を選んではいられない。ここがあいつらの拠点。古っ。ただの廃墟にしか見えないけど、おそらく敷地のどこかに潜伏しているのだ。これほど大きい建物だ。探すのは骨が折れるな。ここに来るように指定してきたんだから、もう堂々と行こうよ。返事はなしか。罠の可能性も考えて慎重に行くしかねえな。ハイディさん、確かお城の見取り図があるんでしたよね。まあ一応ね。と言っても相当古いやつだから参考になるかは怪しいけど。入り口は2つだね。城の北側、私らが今いるここが正面入り口。あと南側に裏口がある。建物は3つに分かれてるみたい。正面と裏手に1つずつ、それから中央に大きいのが1つ。普通に考えりゃ中央部分が一番怪しいが、何とも言えねえな。全員でずかずか行くと必要以上に警戒されてしまいそうです。二手に分かれて両方の入り口から中央部に進んで合流しませんか。なるほど。そうすりゃ見落とす心配もねえしな。じゃあ向こうは俺たち家族とマルローネでいいか。いいわよ。じゃあ私たちは南側からね。フロッケも家族の一員として頑張ります。では私たちは北側から行くとしよう。じゃあ皆さんよろしくお願いします。バレリア、また後で会おうね。バレリア、大丈夫？え？うん、大丈夫よ。ちょっと頭痛かったけど、もう収まったから。相棒、ちゃんと話聞いてたか？私たちは裏口から入るんだからね。わかってる。任せて、レスナ。無事に落ち合いましょう。うん。お互い気をつけていこうね。中も結構ボロボロなのね。誰か潜んでても見落としそうだわ。人というか魔物さんの気配もします。番犬さんみたいなものでしょうか。いるのはバラってやつだけなのかな。まあお仲間もいると考えるべきだよね。拠点っていうならクリセルダもいるんじゃねえか。クリセルダ、話を途中で切り上げられたせいで聞きたいことがたくさんあるのよ。いろいろ話してもらうわ。さあどんどん進みましょう。おっ、調子出てきたね。そうでなくちゃ。さあ先へ進みましょう。この辺には敵の気配がねえな。よし、移動開始だ。おう、そういやマルローネときちんと話すのって久しぶりかな。やっぱりあの時が印象深いよね。お、あの時？ほら、カラスに追われた私たちが船で逃げてきて海辺でバレリアンが死にかけた時。あの時はお世話になったわ。改めてありがとう。あのラッケからもお礼を言わせてください。本当に助かりました。いいわよ、そんなの。困った時はお互い様じゃない。そういえばあのヨハナって子、もしかして。ああ、うん、あの時戦ったカラス本人、いろいろあって今はレスナに協力してくれてるんだ。やっぱりそうだったのね。敵だった相手とも仲良くなっちゃうなんてレスナやるわね。あのあとマルローネの方はどうしてたの？私はこの世界の錬金術のこと、特にマナについて調べてたんだ。マナの代わりになりそうな資源を探したりもしたわよ。結局それらしいものは見つからなかったけど。錬金術をするためにはやっぱりマナが必要不可欠ってことですね。みたいね。それにしても星からマナ、錬金術の源がもたらされるなんて本当不思議な話ね。私のいた世界でも流れ星が落ちたりすることはあったけど、そのかけらがお店で安売りされてたもの。へえ、流れ星のかけらそのものを？私たちの世界とは全然違うのね。流れ星のかけらって言っても基本的にはただの石ころと変わらなかったわ。一応錬金術の素材には使えたけど。とはいえ流れ星自体は綺麗だったわね。シアと一緒に見に行ったっけ。シア、元の世界での友達？うん、幼なじみで親友なんだ。私がアカデミーにいた頃もよく世話を焼いたり焼かれたりして懐かしいな。このお城って結構大きいけど、もともとは誰が使ってたものなんだろう。誰か知ってる？ここはランターナが統一される前に大勢力を誇ってた一族、アメルハウザー家のお城なんだ。今じゃ誰も使わない荒れ果てた古城だけどね。昔は錬金術が使われてたって伝承もあって。そんなわけで極夜の錬金塔の根城としてここはおあつらえ向きだったのかもね。驚いた。ハイディすっごく詳しいんだ。このくらい当然なんてね。実は私ルイネ州の出身なんだ。え、この辺ってハイディの生まれ故郷なの？そうだったんですか。知りませんでした。まああんまりいい思い出ないからさ、あえて話すこともないっていうか。そういや行き先がこの州だって聞いた時やたら渋い顔してたもんな。そうで、さっきの知識はシスターをやってた時に地元の歴史を学びなさいって叩き込まれたやつ。マナが豊富だった頃はいろんな場所で錬金術が研究されていたみたいだし、この城もその一つなのかも。ハイディ、他にも何か知ってることある？このお城だけじゃなくて周辺のことでもいいんだけど。そうだね。そもそもこの州ってこういう古い建物や遺跡が多いんだよね。この古城以外にもいろいろあって、例えばネブラ文明閉ざさずの門の遺跡とか。門の遺跡？そんなのもあるのね。200年ぐらい前に出土したってやつ。でも何に使われたのかは一切不明なんだってさ。なんせ広いところにポツンと一つ門があるだけでね、何に対しての門だかわからない。異邦人の世界とつながってるわけでもないし、謎なんだよね。用途不明の門か、気にはなるけど。ま、観光はまた今度だな。それもそうね。先を急ぎましょう。それにしてもこの城、埃がやべえな。鼻がムズムズして仕方ねえ。錬金塔が出入りしてるって割には、こっち側の道はあんまり手入れしてないみたいね。だらしない。あんたに言われちゃおしまいよ。だったらこれの出番かな。とっておきの道具、生きてるほうき。生きてるほうき？掃除ってめんどくさいでしょ。だから代わりに部屋をきれいにしてもらおうと思って作ったのよ。アカデミー時代にもかなりお世話になったんだから。さあ、生きてるほうき、どんどんお掃除しちゃって。本当に自分で動いてやがる。でここは風通しが悪いですから、ほこりがひたすら舞い上がってます。うわー、止まって、動くな。掃除は中止。ごめんね、ちょっと暴れん坊なのよ、この子。でも家で使う分には便利そうですね。どっかの相棒よりは頼りになりそうだし、うちにも一本欲しいくらいだよ。それは言えてる。掃除をするって役目を持ってるなんて、あんたは立派なほうきなのね。よしよし、マルローネに可愛がってもらいなさい。なんか雰囲気が違うな。おい、どうした？拾い食いはやめろよ。すでに口に入れてたらペッしろ。いや、埃に埋もれてて気づかなかったんだけど、何か落ちて。あっ、何この光。何かあったの？私にも見せてくれる？あれ、光が消えた。一体どうして？さっきはあんなに光ったのにな。ひょっとしてバレリアにだけ反応したのか。その可能性はありそうだね。フロッケもちょっと持ってみてくれる？はい、わかりました。光りませんね、バレリアさん。変な石。なんで私が持つと光るんだろう。まあいっか。よくわかんないけど、錬金術の素材になるかもしれないし、持ってくわ。おう、今は先を急ごうぜ。中央部に繋がってる道はどっちだ？この扉の先がいよいよ城の中央部だよ。案外あっさり来られちゃったわね。よかった。レスナたちの方は大丈夫かしら。お城だなんて言ってもほんとボロボロね。中は全部こんな感じなのかしら。そうですね、足元に気をつけて進まないと。うわっ、レスナちゃん大丈夫？ありがとう、イザナちゃん。動きが硬いように見えたが、少し力が入りすぎているのではないかもしれません。なんだか緊張してしまって。レスナちゃん、そんな時は大きく深呼吸だよ。はい。心を落ち着けるのに大切ですね。それと疲れた時は湧き水を飲むといいかも。あ、でも飲みすぎたらお腹を壊しちゃうから注意。それもそうですね。過ぎたるはなお及ばざるがごとしと言いますから。そもそもこの工場に湧き水が出るような場所はあるのだろうか。あとね、鉱物を素材として持ち帰る時には丈夫な袋に入れないと大変なことに。はい、袋が破れてしまうとどんなに頑張って採取しても腹水盆に帰らずという羽目に。ちょっと、さっきから当たり前のことしか言ってないじゃない。あとね、先輩として話せることは。君も少し力を抜いた方がいい。空回りすぎだ。今の矢って罠？おっぶなかった。侵入者用の罠みたいね。見たところ建物に比べてかなり新しいようだな。おそらく極夜の錬金塔が仕掛けたものだろう。じゃあこの先にも仕掛けられてそうだよね。このまま進んだら危ないかも。そうだね、何か方法を考えないと。床に仕掛けられてるなら空を飛んでいくとかいいですね。その場合突然の飛来物にも対応できる手段が必要です。何か飛んできたら危ないか。大きな箱にみんなで入って移動しちゃうとか。なるほど、そうすると視界と動きが制限されるので何かあった時のために防御手段が欲しいですね。完璧な対策って難しいな。いや、そもそも空を飛んでいくという方法自体に実現性がないのではないか。いや、確かにそうかもしれません。でもドロナ先輩の柔軟な発想はすごいですよ。せめて罠がどこに仕掛けられているか分かればいいんだけどね。そっか、罠がどこにあるか全部見えるようになると安心して進めるよね。罠を探知してしまおうってことですね。それができれば苦労しないでしょ。見えないから罠として機能するんだもん。だよね。何か目に見えない目印でもあったらいいんだけど。見えない目印。この罠、仕掛けの部分は金属でできているんですね。そっちの方が丈夫だし加工もしやすいからね。でもお城自体は石造りですから、金属に反応する道具があれば仕掛けを見抜けるんじゃないでしょうか。確かに理屈は通っているか。さすがレスナちゃん、いい案だね。いいえ、ドロナ先輩の柔軟な発想のおかげです。レスナちゃんがきちんとまとめてくれたおかげであってば恐縮です。早速作っちゃいましょう。よし、探索開始。お、そこに罠がある。みんな踏まないように気をつけて。壊しとくね。ドッカーン。こうして壊していけばロマンさんたちがこっちの道から来ても安心だもんね。だからっていちいち力いっぱい壊してたら体力持たないわよ。ちょっとした景気づけだって。罠も減ってきたみたいだし問題ないよ。ハンマー震えるからって喜んじゃって。わかりやすいんだから。代わりに魔物の数は増えてきたようだな。ましたね。初めて会った時から強くなる一方ですよ。当然だ。君の成長速度に負けぬよう私も剣の腕を磨き続けなければ。君に守られるようでは騎士として失格だからな。そっか、なんだか成長を認められたみたいで嬉しいですね。ステルクさんとロロナ先輩の関係素敵です。そういうレスナちゃんもぐんぐん成長してるもん。ステルクさんの気持ちはわかるよ。イソナちゃんはレスナちゃんの騎士だもんね。その通り。レスナちゃんがいくら強くなっても守れるように腕を磨かなきゃね。撃ち漏らした雑魚が隠れてたのよ。他はもういないと思う。やるんヨハナ、心にハンマーを持ってるね。やっぱりヨハナさんはすごいな。少しは役に立たないと来た意味ないじゃない。へえ、レスナちゃんとヨハナちゃん本当に仲良くなったんだね。別にそんなこと。あんたとその騎士に比べたらまだまだよ。ああ、そうかな。この古城はどのような歴史を歩んできたのだろうな。ステルクさん、歴史に興味がおありなんですか？前回ベルク州に行った際に少し話をしただろう。そこからこの国の歴史にも興味を持ったんだ。このお城も相当古そうですもんね。ああ、歴史書を紐解くにこの国は建国以来数百年を数えるようだ。その中で例えば国が揺らいだり体制が大きく変わったりするようなことはなかったのだろうか。そういうのはないよ。自然災害とか鳥獣とかで被害を受けたことはあるけど、大きな転換点といえばそれこそ錬金術を捨てた時ぐらいじゃないでしょうか。なるほど。アーランドのような大きな変革はなかったということか。ステルクさんたちがいた国ってどうして王国制やめちゃったの？我が王にも様々な思いがあったとは思う。一つは国民の自立を促すためだろうな。国民一人一人が王になってほしいとあの方はおっしゃっていた。へえ、いろんな考え方があるんだ。優しくて面白い王様でしたよね。仕える身として苦労も多かったかな。私もぜひお会いしてみたいです。あれ、なんだか不思議な石。光った。レスナちゃん、その石何？面白そうな石だね。それ危なくないの？あんたたちポンポン採取しちゃうから。危なくないかどうか判断するための座学は結構やってきたから。この石それほど価値はないように見えるけど、なんだろう、とても気になる。うん、持っていこっと。この先が合流地点のはず。やっぱり緊張してきた。大丈夫だよレスナちゃん、準備はちゃんとしてきたんだから。レスナ、ロマンさん、こんなに早く来ていただけるなんて金塊の至りです。君たちが進んだ後は罠も魔物も片付いていて、それは綺麗なものだったからね。私たちはこうして後を追うだけだったのさ。私たちは精鋭部隊だもんね、ヨハナ。証明しちゃったわ、天才の働きぶりを。ヨハナさん、レスナさんたちとすっかり仲良くなれたみたいですね。まあね。先輩方もいらしていただいてありがとうございます。極夜の錬金塔と決着をつけるんでしょう。大変なのはレスナの方。ミルカちゃんもみんなもすっごく張り切ってたんだよ。私たちで頑張って支えるからさ。どーんと大船に乗ったつもりでいて。さあ先に進もうじゃないか。レスナ、バレリア、無事に合流できたね。しかし古いだけあって埃だらけだったよ。そっちも似たような感じだった？こっちは罠だらけだし、魔物は出るしで大変だったよ。これから何が待ち受けてるか分かったもんじゃねえ。道中で体力使い果たしてねえだろうな。ああ、問題ない。おじさんと違って若いんだから元気よ。うわ、辛辣。まあそれだけ元気ってことよね。今のところほぼほぼ順調さ。でもここからだよ、レスナ、バレリア。では先に進みましょう。もう随分と登ってるわよね。ここまでは何もなかったけど。うん、そろそろ何かあってもいいような。レスナしてる年に人、錬金術師たちの晩餐へようこそ。ララさん、ルドミラ、いえクリセルダと呼ぶべきよね。ええ、また会えたわね、バレリア。みんなようこそ。私は極夜の錬金塔の当主、クリセルダよ。あなたが。丁重なお出迎え感謝するよ。彼らの紹介もお願いできるのかな。彼らは私たちと志を同じくする者、解放を願う者たちよ。このめでたき日に快く集まってくれたわ。ふーん、こんなにいたんだ。なんかごちそうが並んでるんだけど、あれは何？あなたたちは武力に訴えるのではなく、対話による解決を望んでいる。違うかしら？それは、はい、もちろんそうです。だから晩餐の席を用意したの。時間はかかってしまったけどね。対話をしていただけるんですね。ええ、お互いをもっと知り合いましょう、レスナ・シュテルネンリヒト。さっきから距離が近いよ。さあ皆さん、お座りになって。晩餐の始まりですわ。すっごいお料理だね。美味しそうだけどさ、食べて大丈夫かな。いい匂いしかしないけど。それにこんなに見られている中だとなんだか落ち着かないね。いただきます。どうかしら。美味しいじゃない。毒はないわよ、これ。ええ。食事に毒を盛るなんて真似は許しがたいもの。他の皆さんも、どうぞ召し上がれ。うん。やっぱり美味しいわ。ほら、レスナも食べたら？美味しい、美味しいです腕によりをかけた甲斐があったわ。錬金島では私が料理担当なのよ。クリセルダの料理はランターナで一番よ。せっかくこのような席を用意してくれたんだ。我々も改めて自己紹介をさせてもらおう。その必要はないわ。あなたたちの素性はすでに調べがついているもの。王国の第二王子リヒャルト殿下、器用さに定評があると。それは手間が省けて助かるね。こちらの4人も今さら自己紹介は不要でしょう。あなたたちと幾度か相まみえているしね。さて、空気も和らいできたところで、そろそろお話を始めるといたしましょうか。ひるんじゃダメ。またとない機会なんだから、私の思いをしっかり伝えなきゃ。これほど大勢の錬金術師が一堂に会することもなかなかない有意義な時間になることを望むわ。それじゃあ、私から質問していい？あなたたちが使う錬金術について。マナが足りない問題は錬金術師にとって深刻だけど、あなたたちはどう解決しているの？得られるマナが少ない分、それを効率よく使う方法を考案したの。具体的には、複数の錬金術師が協力することでマナの力を増幅できる錬金釜を作り上げた。私たちのアトリエと同じ。なるほど、よく作れたわね、錬金釜。正直運が絡んで成功したようなものだから、同じようなアトリエは増やせないけどね。それに関してはこちらも同じ質問をさせていただきたいですわね。あなた方は一体どのように錬金術を扱っているのかしら？私たちも同じです。少ないマナで照合ができるアトリエを使っています。ここにいる先輩方、他の錬金術師の皆さんもそのアトリエに来ていただいています。やはりね、あなたたちも似たような環境下にあることはある程度察しがついていたわ。そして異邦人と呼ばれる異世界の住人たちに協力を仰いでいることも。私たちをこの世界に招いたのはあなたたちではないの？そのような知恵と技術があれば素敵なのですが、違いますね。むしろ異邦人には手を焼いていた方ですわ。断りの違うこの世界でよく力を発揮できるものです。そうね、素晴らしいことだわ、アーシャ・アルトゥール。なんでしょう、じっと見つめて美しかったからついこういうことを言ってくるやつなのよ。異邦人の中には我々と同じ錬金術師も多い。ここに集った方々のように、異世界の錬金術とは果たしてどのようなものなのか、いかがでしょう、ロロライナ・フリクセルさん。私ですか？あまり理論的なことはわからないんですけど、一番違うなと思ったのはマナのことです。私のいた世界ではマナというものはなかったんです。我々が何よりも求め苦心させられているマナ自体が存在しない。私たちのいた世界でも同じです。設備と素材さえあれば錬金術を使うことができました。マナみたいに調合を行うための燃料のようなものは特段必要としていなかった。燃料、なるほど、それは面白い表現ですね。錬金術という装置を動かすための燃料こそがマナだとすると、あなた方のいた世界ではどこか別の場所からその燃料を得ていたということでしょうか。意識したことなかったな。もしかしたら燃料なんて必要ないのかも。あなた方の話を聞く限り、この世界の錬金術の方が異端ということですね。錬金術を気軽に行えるのは羨ましいけど、そっちの世界はそっちの世界で大変そうな気はする。非常に興味深い。実際にどのような調合を行っているのか具体的に聞いても。ワルタ、具体的な話を始めたら何日あっても足りないわ。私は何日かかろうが構いませんが、ここは我慢しておきます。レスナー、あなたも私たちに聞きたいことがあるのではないかしら。はい。では、次のお話をさせてください。私が話したいのは、あなたたちの目的についてです。あなたたちがそれぞれに事情や望みがあり、そのために活動していることは知っています。ですが、時には法を犯すこともいとわず、強硬な手段に及ぶこともある。なんとかそれをやめてほしいんです。私、できるだけお力になりますから。あなたがどれだけ頑張ろうと、何を言ってもわからない連中はわからないよ。アンチュ、落ち着いて。体制におもねるあなた方と私たちでは相入れないでしょう。あなたたちはリヒャルト殿下の協力のもと、王国から支援を得ようとしている。手配され、罪人である私たちとどう和解しようというのですか。もし俺たちに王国のもとに下れというのなら、そんな条件を飲むわけにはいかない。まあ確かに、君たちのこれまでの行いを鑑みれば降伏勧告という形に見えてしまうかもしれない。私はね、優秀な錬金術師の手が欲しいんだ。同志レスナも錬金術師同士手を取り合いたいんだよ。はい、ぜひ手を。錬金術の復興のために。そこにいるヨハナも元は月影の会の構成員だった。今では私たちに協力してもらってるんだ。まあ居心地は悪くないわ。願いを叶えたいのなら王子と仲良くなった方がその実現に近づくのでは。調べているならわかると思うが、私は自由を愛するたちでね。融通が利くことには定評があるんだよ。それを聞いてしまうと、ますますあなたたちに協力することはできない。なぜだい？もし王宮に不信感があるというのなら、正式に会合の場を設けてもいいんだよ。お互いが得になる道を探そうじゃないか。いいえ、そんな道は初めからないのよ。なぜなら、私の渇望を満たすということは、この国の体制を覆す可能性すらあるのだから。体制を覆す？君は一体何を？もしかして、あんたが言ってた定められた道って話と何か関係ある？ええ、そうよ、バレリア。どういうことなの？異邦人のあなたたちは疑問を持ったことはない？なぜこの世界に来たのかを。それは、どうしてなんだろうって思ってましたけど。私はもう気にしても仕方ないって思ってるけどね。この世界でどう過ごすか考える方がいいわ。人それぞれに考えはあるでしょう。ただ、不可解な現象が起こっていることは事実。この錬金術が廃れた世界に、近しい時期に、いろいろな世界から錬金術師や仲間たちが訪れ、このランターナ大陸に、再び少しずつ錬金術の素晴らしさが根付きつつある。まるで、何者かの意志が働いているように思えないかしら。クリセルダさん、何が言いたいんですか？私はこの世界がいつの間にか受け入れている疑念を晴らそうとしている。この世界の常識や国の在り方が根底から覆されることになったとしても、もしや国をランターナ王国を滅ぼそうとでも言うのか？まさか。ただ結果的にそうなったとしても仕方がない。目的のためにはね。分かっていただけたかしら？王国と組んでいるあなたたちと、私は手を取り合うことはできない。ただ、これはあくまで私一人の話よ。錬金党はそれぞれ渇望していることが違う。他のみんなは？私の目的は、理想の国を築き、王となること。他国に下る選択肢など、もとよりありませんわ。あるいは、あなた方がこちらに下るという形ならば、手を組むのもやぶさかではありませんが。ですな、あなたには錬金術の才能がある。それは認めましょう。ララキングダムに住み、その才能を内政に捧げる気はなくて、私と毎日お茶もできます。それは、できません。私の夢が叶えられなくなります。そうですか。では、ここでこの話は終わりですわ。私は、クリセルダが選んだ道をついていく。どこまでも、ずっと一緒よ。アンジュ。新たな知識を求めるのに枷は少ない方がいい。私はこの場所が一番居心地がいいと思っていますよ。いくら殿下が柔軟であろうとも、私の実験は咎められるでしょうからね。俺には何より時間がない。くだらんな恋愛に付き合っている暇などないな。みんな考えは同じようね。残念だけれど、あなたたちの要求を飲むことはできない。待ってください！こっちは聞きたいことがまだたくさんあるのよ。楽しい晩餐だったけれど、そろそろお開きにしましょう。え？ここって。ここは、このお城の1階？私たち、飛ばされてきた？瞬間移動。そうか。砦から鳥獣のムクロを盗んだ時も。ララさん。セルダはさあ、長きにわたる戦いの決着をつけましょうか。どうしても決着をつけなくてはいけないんですか？素材をめぐって争い続けるより話が早くていいだろう。レスナしてる念美人、二度と私たちの邪魔ができないよう叩き潰して差し上げます。ならジェロン、あなたたちのための舞台よ。因縁を終わらせてきなさい。さあアンチュ、ワルタ、異邦人の方々の相手は私たちでしましょう。うん、やるわ。やれやれ、手早く終わらせたいところですね。本当に戦わなくちゃいけないの？かといっておとなしく返してはくれなそうよ。戦いはもとより覚悟の上だ。君は下がっていろ。いえ、私も戦います。先輩方、皆さん。もう一度よ、俺には時間がない。一気に型をつけるぞ。完全なる決着といたしましょう。敗者は勝者に従うこと。意識を戦闘に切り替える。戸惑えば負けるぞ。負けられない、絶対にやろうパレリア。うん、ぶっ飛ばしてから話を聞いてやる。勝つわよレスナー。バレリア、パパッと行こう。ええ、皆さんの幸せはさて私が守ります。どこから攻めていこうかしら。自慢の蹴りをごちそうしてあげるわ。フロッケは負けません。よーし、どうすれば勝てるかな。ほいった、狙いは外さない。やあこりゃ私がなんとか。こういう時アンペルさんならすごいのいくよ。この一手で切り開く。激しく舞い、静かに降り積もる。一気に畳みかけよう。一気に攻めましょう。皆さんに癒しを。ありがとう。頃合いね、一斉に行きましょう。前に出るわ。自慢の蹴りをごちそうしてあげるわ。お願い、そろそろ準備できてるよ。前に出るよ。とりゃ一気に決めましょう。しまった、一気に決めるわよ。きっと私が道を切り開く。こういう時いつでも行けるよ。立て直します。ありがとうございます。使うよ。助かったわ。元気いっぱいだよ。それ、すごいのいくよ。やるじゃん。いつもより調子がいいみたいです。ブロッケは負けません。氷の剣に隙はないわ。うんうん、絶好調。任せて、全力でいくわよ。調子悪いみたいです。受け取ってください。すっごくありがとう。相入れぬものなせめてもの情けですわ。大いなる国の糧にして差し上げましょう。この上なき命令、光栄に思いなさい。仕方ありませんわね。いつもより力が出せそう。計算通りいくよ。敵を崩した。国を背負う者、焦りは禁物です。うんうん、絶好調。自慢の蹴りをごちそうしてあげるわ。気いっぱいだよ。せーこういう時アンペルさんならいつもより調子がいいみたいです。お遊びが過ぎましたわね。これも皆さんの笑顔のためです。私の負けですのね。全身全霊で挑んだというのに、私と一緒に来てください、タラさん。敗者として勝者に従いますが、王が自らの言葉を曲げるわけにはいきませんもの。ゼロンさんもここで終わりにしましょう。私も同じ十字。なんか話があれば聞くからさ。確かにもう決め時だな。俺が負けたのならお前たちに身を委ねよう。だが俺が捕まってしまったらあいつはどうなる。負けるわけにはいかない。ジェロン、おやめなさい。あなたの体が持ちませんわよ。これ以上悪事を重ねるな。悪だろうが何だろうがそんなものは関係ない。俺たちはこうするしかないんだ。邪魔をするな。させないわ。あんたその状態自分が辛いんじゃないの？おとなしく捕まりなさい。まだここで倒れるわけには。ゼロン、それ以上は。今のゼロンは暴走状態。力を入れすぎて限界を超えてしまったのですが、その強大な力を制御しきれず己の体にも耐え難い負担がかかっているのです。ってことは放っておいても勝手にボロボロになっちゃうってこと？ええ、おそらくもう長くは持たないでしょう。このそんな。力が溢れてくるわ。あなた方まさかジェロンを救おうと？ジェロンさんを助けよう。クロッケ、あんまり無理しちゃダメ。逃げたりしません。私が道を切り開く。任せて、全力で行くわよ。クロッケは負けません。どうすれば勝てるかな。計算通り、行くよ。はあ、この戦いの緊張感、手加減はしなくてたまんないわね。切り開く、激しく舞い、静かに降り積もる。負けないよ。とりゃ、一気に畳みかけよう。一気に攻めましょう。こういう時、アンペルさん、皆さんに癒しを。助かります。これならきっと使うよ。ありがとうございます。これを、ありがとう。元気いっぱいだよ。ゆったせーい。うんうん、絶好調。二度寝させてあげる。私がなんとか。いつもより力が出せそう。計算通り、いくよ。はあ、次の手に全力を込めます。この間合いなら決めてみせる。ロッカと共に散りなさい。最後は儚く。ぐっ、体が重い。任せて。調子悪いみたいです。負けな、気持ち悪い。ブロッケは負けません。当たると痛いよ。さて、どこから攻めていこうかしら。見とれさせてあげる。体が軽いです。流れ星の導きです。助かったわ。そろそろ仕掛けちゃおうかな。私が目指す錬金術の形、これでチェックメイト。敵を崩した。皆さん、お願いします。落ち着いて状況を見極めよう。焦りは禁物です。前に出ます。この動き、見切れるかしら。一気に畳みかけよう。頃合いね。一斉に行きましょう。自慢の蹴りをごちそうしてあげるわ。みんな、怪我はない？大丈夫ですわ。よかった。安堵しました。こっちはようやく終わったな。あの二人は捕らえられたようね。こちらは膠着状態。異邦人の精鋭たち、さすがだわ。どうするクリセルダ。あれやる？あれならいけるよ。ここは次の策に移るわ。ワルター、今こそあなたの研究の成果をお披露目する時よ。まだ未完成品です。起動には少々時間がかかりますよ。構わないわ。私が時間を稼ぐ。アンチはワルターの手伝いをお願い。うん、分かった。急ぎましょう、ワルト。あの二人はどこへ行った？何を企んでいる？あなたたちには引き続き私の相手をしてもらうわ。皆さん、私たちも加勢します。さあクリセルダ、勝負よ。あんたもここで捕まえてやるわ。激しく求められるのはいいものね。さて、もう少し遊びましょうか。ロロライナ・フリクセル。私、バレリア、パパッと行こう。ええ、そのつ。私はクリセルダ、極夜の解放者よ。皆さんの幸せは、さて、私が守ります。どこから攻めていこうかしら。見とれさせてあげる。この一手で切り開く。頑張りどころですね。どうすれば勝てるかな。計算通り、行くよ。この一手で切り開く。激しく舞い、静かに振るつもり。落ち着いていこう。負けないよ。一気に畳みかけよう。一気に攻めましょう。この戦いの緊張、みんなでいけるよ。たまんないわね。助かります。いや、助かったよ。元気いっぱいだよ。ほいっと当たると痛いよ。うんうん、絶好調。全力でいくわよ。なるほどね、なるほどね。いつもより力が出せそう。逃がさないからね。やあ、楽しくなってきた。スラックだってやれるんです。逃がしませんよ。このくらい激しく舞い、静かに降り積もれ。そろそろ仕上げていきましょう。ええ、受け止めて。はあ、楽しかったわ。また戦いましょう。みんな、怪我はない？なかなかやるわね。じゃあ次はこれを試してみようかしら。散々攻撃したのに全然効いてないみたいだね。それに彼女、まだ本気を出していないように見える。これが極夜の錬金塔の当主と。名残惜しいけどそろそろ時間みたいね。これは何が起こるっていうの？なんだこの魔物は。力の流れって、ベルテックスと似たものを感じる。でもまさか。そのまさかですよ。何しろこれは鳥獣の体の一部を素材として作り出したいわば人造の鳥獣ですから。心臓の鳥獣だと？このために鳥獣のムクロを強奪したというのか。なんということを。危ない。邪魔しないでよこいつ。私はクリセルガに用があるんだから。待ちなよ相棒。こいつがウェルテックスから作られたならどんな力を持ってるかわからないよ。ウェルテックスみんなここは引こう。このまま戦うのは危険だ。はい、皆さん撤退しましょう。でもそう簡単に逃がしてくれそうもないわよ。こいつらも連れて行かねえとなんねえしな。別にどこにも行きませんわ。言ったはずです。私に勝つことができたならあなたの望みを聞き入れると。一緒に来いというのなら約束は守ります。それが王としての矜持ですわ。ララさん、伏せなさい。今のうちに。ああもうすぐそこにクリセルダがいるのに。皆さん早く実験体はなんとか静まりました。落ち着かせるのに苦労しましたよ。お疲れ様。しかし閃光弾とは感覚器官の調整が十分でないという弱点をものの見事に突かれてしまいました。きっとララはそのこと知ってたでしょうね。おかげで改善点も見えました。そこは彼女にも感謝しませんと。でも私たちを裏切った。彼女は己の心情に従ったのでしょう。そういうところに惹かれて私は彼女を誘ったの。クリセルダがかわいそうよ。あら平気よ、アンチがいるしね。あとワルタ。おまけみたいな物言いよ。あなたという人は学生の頃から変わりませんね。まああなたの考えていることもわかります。あれの完成はもう間近。あとはあなただけで完成させられる。もう私の手もいらないのでしょう。さすが付き合いが長いだけあるわね。でもあなたがいらないなんて一言も言っていないわよ。行きましょう二人とも。この場所はもう必要ないわ。なんとか全員無事に帰ってくることができたね。はい、結局話し合いはうまくいきませんでしたけど、ララとジェロンの2人の身柄を抑えられたのは大きな収穫だよ。そういえばその2人って今はアトリエにいます。アーシャ先輩たちにジェロンさんの手当てをお願いしていて。そっか、良くなるといいね。しかし極夜の錬金塔があのようなものを作っていたとは。人造の鳥獣か。確かにすごい技術ではあるけど、せっかくみんなで倒した鳥獣をあんな風に利用するなんて。あいつらあれを使って何をするつもりかしら。結果的に国が滅ぶかもって話だったけど。わからないけど止めなくちゃ。あれほどの脅威を野放しにしておくわけにはいかない。そのあたりはジェロンとララが何か知っているだろう。そうですね。一度アトリエに戻って聞いてみましょう。ジェロンさんの容体も気になりますし。それにしても極夜の錬金島当主クリセルダか、想定以上の難敵だな。戻りました。ララとジェロンの二人はおとなしくしてるかい？ジェロンさんの容体はこの通り落ち着いてます。もう少し眠れば回復すると思いますよ。ありがとうございます、ハーシャ先輩。ジェロンさん、治ったらお話聞かせてくださいね。ララさんはいかがですか？世界から切り離された時空の狭間に立つアトリエ。極めて高度な錬金術の産物なのでしょう。素晴らしいの一言です。これは異邦人が？いえ、私の師匠が作りました。ああ、先日ベルク州でお会いしたあの錬金術師ですか。マナの変換効率も極夜の錬金島のものより優れているようですし、あなた方が私たちに匹敵する道具を生み出せたことにも納得できますわね。はい、自慢の師匠が作ったアトリエですから。ララさん、さっきはありがとうございました。おかげで逃げることができました。私は約束を果たしたまでです。あの人造長寿って何のために作られたものなんでしょうか？ララさん、何かご存知ですか？はあ、残念ながらあなた方にとって有益な情報は持っていませんわ。極夜の錬金島はあくまで別々の目的のために集まった者たち。お互いに明かしていないことも多い。クリセルダがあれを使って何をするつもりなのか、私には見当もつきませんわ。そうですか。おそらくジェロンも同じでしょう。いつもそばにいるアンチュや直接製造に関わったワルターならば何か知っているかもしれませんが、ただクリセルダが目的のために以前から大きな力を欲していたのは事実ですわ。その彼女がウェルテックスの亡骸を得てからというもの、日夜研究に励んでいる。わかりました。ありがとうございます。あなたたちまだクリセルダと戦うつもりですの？はい、放っておくわけにはいきませんから。ララさん、改めてお願いします。私たちと手を組みませんか？手を貸してほしいというのならば断ることはできませんわ。好きに使いなさいな。いいえ、それだけじゃなくてララさんのことも手伝わせてほしいんです。なぜ？それが私の夢だからです。私の夢はこの世界に錬金術を復興して人々を幸せにすることです。そのために手つかずのマナが眠るという果ての大陸を目指しているんです。果ての大陸ですって？誰一人見つけられなかった理想郷、そんなおとぎ話を本気で信じていると？もちろんです。錬金術にはそんな夢や信念を実現する力があると教えてくれたのは奈良さんの本です。なるほど。それがあなたの抱く渇望なのですか？はい。だから私は奈良さんの夢も手伝いたい。奈良さんにも幸せになってほしいんです。そう、あなたもまた私と同じ崇高な願いを抱く一人の錬金術師でしたのね。奈良さんの夢について詳しく聞かせてもらうことはできませんか？そうですわね。何度も口にはしていましたが、こうなれば実際にお目にかけましょう。私のララキングダムを。ここが約束の地、ララキングダムを起こすべく準備を重ねてきた場所ですの。ランターナ王国北東、国境の外、鳥獣も寄りつかない辺境の地か。なるほど。肥沃な場所ではないけれど、いい土地を選んでいるね。苦労しましたわ。鳥獣の不安がなく自活できるという土地を探し出すのは。とはいえ、元は王国が見放した土地。今自活できているように見えるのは、錬金術による支えのおかげですわ。湧き出る水も、作物を育てる養分も、すべて錬金術で作った道具によりもたらされたもの。この国を維持するには、常に調合し続ける必要がありますの。だから私は極夜の錬金島で、その素材を集め続けていたのです。ここに住む人たちって？王国では、生きることのできない者たちに声をかけて、希望者を住まわせていますわ。血のしがらみや、理不尽な掟で虐げられた者、見放されてしまった子供や老人たち、いろいろな人がおりますが、すべてが愛しき、ララキングダムの住人です。我が名を国名にしているのは、民たちを導く覚悟の表れですわ。ララキングダム、本当にあったんだ。以前、あなたもここに招くつもりでしたのよ、イザナ。私は、満たされぬ者のよすがとなりたいのです。あはっ、ララ様だ！母さん、ララ様が来たよ！まあ、ララ様じゃありませんか。息子がどんな口の利き方を。構いませんわ。あなたの働きで、その子はこうして元気な姿を見せているのですから。ララ様、いただいた苗が無事に実をつけ始めたんです。今年はたくさん収穫ができそうですよ。やっとご恩返しができます。皆の努力が実りつつあるのですわ。楽しみにしていてよ。奈良さん、すごく慕われてるんだ。錬金術を使ってみんなを助けていたんだね。うん、もしかしたらいい王様になっちゃうかも。民たちのあの笑顔は学ばないといけないな。ララキングダムはこのランターナ王国の領土外に建国するつもりなのだね。ええ、そこで一つの都市国家として平和裏に運営していくつもりですわ。建国を認めてくださいますか？ランターナ王国の周辺にはすでにいくつもの都市国家があるからね。その一つとみなせばいい。もちろん私の一存では決められないが、君にとっていい結果になるよう手を尽くすつもりだ。ありがとうございます、リハルト殿下。その呼び方はやめてくれ。城の外ではロマンで通してるんだ。そう、ではロマン、ぜひよろしくお願いいたしますわ。ああ、ただもう自国の利益優先のために素材を独占するとかは禁止だよ。ララさん、私も全力でお手伝いしますね。ええ、今までの行いというものもある。常に王国の監視下に置かれていることを忘れるな。殿下の気持ちを裏切るようなことがあれば私は容赦しない。もちろん承知していますわ。素敵な騎士ですわね。王国の誇りさ。殿下、レスナに手を貸すことが今までの償いということでよろしくて。ああ、錬金術の繁栄に尽力してほしい。では交渉はここまで。これまでのお詫びを兼ねてお茶でもいかが。お茶とっても美味しいですそれは良かったですわ。ですがかつてあなたの夢を甘い考えだと断じました。これを謝罪したいのです。あなたの途方もない夢にわずかでも力を貸せるのならば、同じ錬金術師として嬉しく思いますわ。ララさんはずっと敬愛してきたアラルさんでした。そんなララさんにこんなお言葉をいただける日が来るなんて。よかったね、レスナちゃん。うん、私絶対に夢を叶えてみせる。レスナ、君ならきっと叶えられるとも。あとはあのジェロンというものの処遇をどうするかだが。ジェロンはウェルテックスとの戦いの時、私たちに味方してくれたのよ。根っからの悪い奴には思えないのよね。うん、せめてジェロンさんが何を望んでいるかが分かれば。ジェロンは根が暗くてじっとりしていますが、私の定義では悪人ではありませんわね。ララさん、ジェロンさんの目的が何かご存知でしょうか。それは本人から直接聞いた方が良いでしょう。何せあの方の身内の問題ですから。身内？意識が戻ったんですよ。よかった。ジェロンさん、具合はどうです？どこか痛むところはありませんか？痛みはまだあるが起きられないほどではない。ジェロンさん、少しお話できませんか？ララ、何がどうなっている？私たちはレスナに敗北したのですわ。おとなしく話した方が身のためでしてよ。何を聞きたい？ジェロンさんの目的、渇望についてです。あなたは何のために錬金術を必要としているんですか？お前たちに話す必要はない。私の予想を言ってもいいでしょうか？何？私がジェロンさんと初めて会った時、ランタナの花という素材をめぐって争いました。そしてオートの海辺で採れるランタナの貝という素材も。先ほどララさんから聞いたのですが、私たちより先に採取していたそうですね。これらは怪我や病気を治す薬の調合に用いられるものです。そして先日、ベルテックスとの戦いの舞台となったクワ州には、大陸中から療養のために人々が集まる癒しの町や薬草の宝庫とも言える花園がある。あなたはそれを守るために戦ったのではないでしょうか。あなたには病にかかった大切な人がいる。そして錬金術の力でその方を救おうとしている。違いますか？だとしたら何だと言うんだ。もしそうなら詳しい話を聞かせてください。お力になれるかもしれませんから。お前、何を。レスナはこういう人間なのです。私もまんまと口車に乗せられてしまいました。ですが、この方は信用できます。きっと、あなたの渇望を満たす、一助となるはずですわ。時間がないのでしょう。レスナを信じることです。わかった。話そう。俺の目的、それは呪いにかかっている弟の体を癒すことだ。俺は年を重ねるごとに怪物と化す一族の生まれだ。俺も弟もその呪いを受け継いでいる。そのような呪いが知りませんでした。ランターナ王国の外の話だからな。大陸南西にある小さな村でしか発症していない呪いだ。俺の耳も呪いの影響だ。獣人ではあるが、そいつらのような生まれつきの獣人とは違う。そうだったんだ。まあ、角が生えてる獣人はちらほらいるけど、私は正体不明、経歴不明よ、今のところ。で？この呪いは生命力を糧としている。呪いが進行すれば、やがて全てを食い尽くされ、死ぬ運命にある。俺の両親も村もその呪いによって滅び、残ったのは俺と弟のティムだけになった。そんな。俺たち兄弟は生き抜くために故郷を離れ、ランターナ王国に入った。怪物化の呪いは身体に強い力をもたらす。鉱山で働き口を見つけることはできたが、ティム、そっちは。ティム、大丈夫か？しっかりしろ。兄さん、大丈夫。立てるから。無理をするな。おい、そこ！何休んでる！仕事に戻らないと。俺がお前の分も働く。だからお前は休め。ごめんね、兄さん。いつも迷惑かけてばかりで。いいんだ。大事な家族のためだ。弟は生まれつき体が弱かった。そのせいか、呪いのもたらす力に適応できず、ただ衰弱していった。ジェロン、旅人から聞いたけどよ、お前国境の外にあるっていう呪いの村から来たんじゃねえか。その呪いをランターナの中に持ってくるんじゃねえよ。移っちまったら俺や家族や仲間はどうなる。呪いは遺伝するが伝染はしない。しかしそれを言っても理解されはしなかった。なんとか自分の力でティムを癒そうと奔走した。呪いを抑えようと薬を探していたんですね。ああ、高価な薬を手に入れるため非合法の闘技場で戦って稼ぎを得ていた。これを飲めば多少楽になるはずだ。ありがとう兄さん。また怪我してる。仕事でちょっとな。僕のために無理することないよ。このままじゃ僕より先に兄さんが。これくらいなんてことはない。それにお前を助けるためなら俺は何だってやる。だから待っていてくれ。やがて俺は錬金術という存在にたどり着いた。錬金術なら弟を救うことができるかもしれない。そうして錬金術について調べている時に俺はクリセルダと出会った。事情を聞いたクリセルダは弟に薬を用意してくれた。使ってみると症状が和らぎ、呪いの進行が抑えられた。俺自身の症状にしてもそうだ。呪いの力を戦いに使っても負担は格段に減った。錬金術ならいずれは俺たちの呪いを和らげるだけでなく解くことができるかもしれない。俺はそう信じて極夜の錬金塔に入り、クリセルダに借りを返すべく動いていた。借りを返し終わった今では利害関係で錬金塔での活動を続けている。ララの話といい、君の話といい、ランターナの王子としては胸が痛い。それからティムを救う目的のためだけに動いていた。しかし症状がここに来てまた悪化を始めた。ティムをなんとか助けてやりたい。わかりました。ジェロンさんの目的、私に手伝わせてください。ジェロンさんの弟さんを蝕む者は一族に受け継がれてきた呪い。それを治すには。ねえ、クリセルダはその呪いの進みを抑えることができたのよね。ええ、それでも治すことはできませんでしたわ。極夜の錬金塔の当主でも完治させられなかった呪いですが、錬金術には向き不向きがありますわ。グリセルダが得意とするものは破壊、治癒の天秤はレスナの方が優れているかもしれません。思えばレスナは様々な癒す道具を作り上げてきたね。大怪我をしたバレリアを助けた薬とか、ハイネ州の不作を解決した栄養剤も癒す道具と言えるしね。ウェルテックスとの戦いでもレスナさんはバレリアさんとハイディさんを直しましたよね。可能性は十分あるのではないでしょうか。やれるだけのことはやってみます。先輩方もぜひお力を。そういえば私、魔物の毒のせいで魔物化しちゃった人を治したことがあるんだよね。え、すごいじゃないですか。もちろんジェロンさんたちの呪いとは別物だと思うけど、何か参考になるかも。ぜひ教えてください。呪い自体を取り除くのもそうだけど、進行を抑えるには体力を回復させるのも大事よね。とても助かります。ありがとうございます、先輩方。うん、いい感じにまとまったんじゃない？これならきっと効くはずだよ。私は絶対治らない病と言われた友達を錬金術で助けることができたのよ。その可能性をレスナも信じて。はい。ゼロさん、いい薬が作れると思います。どうか待っていてください。はあ、可能性が少しでもあるなら頼む。ゼロさん、私が作った薬です。これを弟さんに。兄さん。ティム、気分はどうだ？痛みは？痛くない。それに体が軽くなったみたい。ティム、僕、起きられそうな気がするんだ。それはまだダメですよ。あなたの体はまだ弱っているのです。ゆっくりと癒さなくては。そうだな、今ゆっくり休んだ。うん。兄さん、この人たちは？俺とお前の恩人だ。残念ながら一度で完治というわけにはいきませんでしたが、治療を続ければいずれは呪いを解くことも。ああ、感謝する。ジェローさん、改めてお願いです。私に力を貸していただけませんか？ベルテックスとの戦いの時のように。実はレスナと話し合ったんだ。君が彼女の協力者となるなら、ヨハナと同じくそれを罪の償いとできると。お前が応じないと言うなら、罪人として拘束し、叱るべき裁きを与えることになる。俺は拘束されるわけにはいかない。お前たちの言う通りにしよう。ただジェロンさん、呪いの力で戦い続けるのは。しっかりと自制すれば俺の方は大丈夫だ。この間は我を忘れてしまったがな。そういえばあの時もお前たちに助けられたことになるわけだな。この恩は必ず返すと誓おう。これからのティムのためにも。ありがとうございます。ジェロンさん自身の体も大切にしてくださいね。二人して玉夜の錬金塔を離れるということになりましたわね。俺の行動原理は常に弟だと一番最初にクリセルダには伝えてある。だがまあアンチは激怒するだろうな。お互い気をつけましょう。レスナしてる年利費とか、世の中いろいろなやつがいるな。本当そうですわね。ララとジェロンの件は片がついた。結局私は何も手伝えなかったけれど、私は満たされぬもののよすがとなりたいのです。ティムをなんとか助けてやりたい。ララもジェロンも確かな渇望を持ってる。私にだって渇望はあるわ。私はレスナの力になりたい。でもね、バレリア、私ならあなたを定められた道から解き放つことができる。定められた道、結局クリセルダから具体的な話は何も聞けなかったけど、もし私が本当にホムンクルスだとして、どこで誰に何の目的で作られたのか、それを知りたい。こうして調べた限りじゃよくわからないね。特殊な石ってことは確かだけど、今ある情報だけじゃ何もわからない。手に持っても私たちじゃ光らないし、レスナとバレリアだけに反応するみたいだから、問題はその仕組みが何かということ。レスナさんとバレリアさんだけか。あの二人だけの共通点、何かあるのかしら。先輩たちでもこの石の仕組みは分からなかった。でもなんでだろう、私はこの石の使い方がなんとなく頭に入っている。長年の座学の成果なのかな。素材の声が聞こえるってことじゃないだろうし、ともかくしっかりと研究して、これからも力として使えるようにしておこう。採取したものを使いこなせるかどうかは錬金術師の腕次第ですよね、師匠。レスナー、あれからララとジェロンはどんな様子かな。ジェロンさんは弟さんに付き添っていて、ララさんはアトリエとあの集落を行き来してます。二人とも落ち着いてるみたいだよ。それなら安心したよ。目下気になるのは極夜の錬金塔の残り3人、特にワルターという人物か。そうですね、人造鳥獣の製造に直接関わっているという話でしたし。放っておくわけにはいかないわね。まずは前回の戦いを踏まえて対策を練っていこう。最悪の想定としては、いや、今考えるのはよしておこう。殿下。なんでもないよ。あの一体だけならば良いのだが、もしあんなヤバそうなのが何体もいたら。人造鳥獣の製造は順調のようね。現状でこの場所まで放棄するようなことになれば、この鳥獣たちも無駄になってしまいますがね。あの古城を放棄するのはあらかじめ想定済みだったはずでしょ。それなりに気に入っていたものですから。ともかく人造鳥獣の起動実験として有意義な結果を得ることができましたよ。これらの完成が楽しみです。ええ、鳥獣兵団の完成も間近ね。